はい、どうもみなさん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、メルペイフィーバー最大50%、メルペイサンデー最大20%還元、3月のメルペイは暑いということで、以前動画のおまけの部分でも少しお伝えしていました、メルペイのキャンペーンがついに発表がされました。まぁ、あ、ちょっとですね、ツイッター見た方はご存知かと思うんですけども、今回はそのメルペイのキャンペーン、ン大きく2つですね、メルペイフィーバー、そしてメルペイサンデーと2つに分けてお伝えしていこうと思います。 では行ってみましょう。 じゃんということで、最大50%還元メルペイフィーバーキャンペーンということで、ここに来てメルペイさんがかなりの大盤振る舞いなキャンペーンを繰り出してきました。今回は最大で50%とあるので、まあ利用する場所によっては還元率というのが変わってきます。まずこのキャンペーンなんですけども、今回のメルペイフィーバーキャンペーン、そして後ほどお伝えするメルペイサンデーのキャンペーン、両方とも合わせて還元上限が3000ポイントまでとなっています。す に使って全部が還元されるというわけでもなくて1月末あたりの還元上限はコンビニの場合は300ポイントまでその他の場合は500ポイントまでとなっているので1日ではなく何日かに分けて利用する必要っていうのがありますなのでこのキャンペーン見る限りは例えばこう月末ギリギリまで余らせたら達成できないという場合もありますので早い段階でこのキャンペーン取り組んだ方がいいのかなと思います 次に、このキャンペーンの還元率なんですけども、こんな感じですね。まず、このコンビニフィーバーっていうのが最大20%還元、ドラッグストアフィーバーっていうのが最大50%還元、飲食店フィーバーが最大50%還元で、街のお店フィーバーっていうのが最大50%還元ということで、ちょっとフィーバーというのが恥ずかしいんですけども、まっと還元率はこんな感じです。 そして、先ほど最大何還元というのが出てきたと思うんですが、その理由がこちらなんですよね。今出てるように、ご覧のように分かれています。例えば、コンビニフィーバーの場合は、メルペイの本人確認が完了済みの方は、年齢問わず20%還元されて、メルペイの本人確認が未確認、未完了の場合はですね、こちら10%還元ということ。そして、そして、その他のフィーバーの場合は、メルペイの本人確認が完了済みで、18歳以上の方は50%還元。そして、本人確認が 未完了で18歳以上の方は20%還元となっています、まあ、このことからわかるのは、コンビニに関しては年齢問わず誰でも使えるということなんですけども、本人確認をしておいた方が還元率が高いということですね。そして、その他のお店で使う場合に関しては、18歳以上で、なおかつ高い還元率を狙いたいということであれば、もう本当本人確認をした方がいいですよということですかね。次に、このキャンペーンが開催される日程なんですけども、僕なりにカレンダー で簡単にまとめてみました一旦ちょっと猫ちゃんは小さくしてますまずこちらからですねまずコンビニなんですけどもこの黄色いラインを引っ張ってるところが開催される日程ですね 3月1日から3月の31日までなんですけども、時間を気をつけてください。ちょっと上着に赤く書いてるんですけども、毎日7時、7時から13時までの間に開催されるので、例えばこう基本的に朝の通勤、通学の時とか、あとちょっとしたお昼休みとかに利用するのがいいかなと思います。次にドラッグストア最大50%還元の場合は、オレンジのラインにしまして、3月の1日から3月の21日まで開催されてます。 次は飲食店50%還元の場合はこちら水色のラインにしましてこちらは3月の8日8日の日曜日から3月の28日までそして街のお店50%還元は緑のラインにしましてこちら3月の15日から3月の31日までとなっています ま、せっかくなので、この4つの日程まとめるとこんな感じです。まとめたら余計目がチカチカしますね。まあ、見た感じは、3月の第2週、そして第3週、第4週あたりが3つのキャンペーンが重なってますね。これらがメルペフィーバーに関する日程でした。ちなみに後ほどまたカレンダーは使います。 また猫ちゃん戻しまして次ですね。それでは次二つ目のキャンペーンということで、こちらのメルペイサンデー、毎週日曜日は全国どこでも最大20%還元ということですね。このキャンペーンなんですけども、その名の通り、この期間中の日曜日にメルペイを使ってお買い物をしたら最大で20%分が還元されるキャンペーンとなっています。 ちなみにこちらのキャンペーンは還元上限というのは先ほどお伝えしましたようにメルペイフィーバーと合計して3000ポイントまでとなっていますのでここは間違いないようにしましょうそしてこのキャンペーンの還元率なんですけども先ほどと似ていましてメルペイの本人確認が完了している場合は18歳以上であれば 20%18 歳未満の方であれば10%還元となりますまたメルペイの本人確認が未完了の方の場合は18歳以上の方でも 10%18 歳未満の方で でも10%という感じにいずれも10%還元となりますちなみにメルペイサンデーの場合は一決済あたりの還元上限は500ポイントまでとなります そして、開催される日程確認のためですね、再度日程だけ確認すると、ちょっとまたカレンダー出しまして、これは先ほどお伝えした日程になりまして、この赤いライン、今日曜日のところに赤いラインが引かれたと思うんですけども、これがメルペイサンデーが開催される日程ということになります。なので、まあ赤い日程のところでメルペイで決済したら20%還元ということになりますね。ちなみにメルペイサンデーの場合は0時から23時59分までの1日中開催されている ので時間は気にしなくても全然大丈夫ですねけどまあ控えめに言ってもこの日程を把握するのってちょっとカオスですね <laughs> 一応色のおさらいをしていくと黄色がコンビニ最大20%還元でオレンジがドラッグストア最大50%還元水色が飲食店で50%還元黄緑が街のお店で最大50%還元そして先ほどお伝えした赤 がメルペ3で20%還元の日程となりますいや本当多いですねぜひですねスクリーンショットなどして保存などしてお とまず今回この対象となるお支払い方法なんですけど、大きく3つですね。メルペのポイント払い、メルペのスマート払い、メルペの残高払いという感じですね。最初またメルペのスマート払いのキャンペーンかなと思ってたんですけども、今回3種類も対応してるのはちょっと嬉しいですね。まあ、せっかくなので一言ずつ加えていくと、メルペのポイント払いはその名の通り、メルペを使って決済をして還元された時のポイントとか、あとは招待 対して還元された時のポイントのことを示しています。 そして、このメルペのスマート払いは以前その後払いですね。以前で言うと。これは18歳以上の方のみが対象となっていまして、このスマート払い使ってみると本当便利で、人によっては限度額というものがバラバラではありますが、例えばこうわざわざチャージする必要なく利用が可能になるので、結構便利ですね。けど気をつけないといけないのは、その後払い、スマート払いをした後の生産を忘れないようにしておきましょう。基本的には月が変わってからメルペのアプリ内で生産ができますま。 僕も今回このスマート払いで参戦しようかなと思っておりますそしてメルペイの残高払いですねこちらメルカリの売上金などで、まあ、それを使って決済しても大丈夫ということになりますのでこれは結構嬉しいんじゃないかなと思いますで対象となるお店なんですけどもメルペイフィーバーに関しては3月の1日より対象のお店が発表されますそしてメルペイサンデーに関してはみんな大好きタントンの決済音でおなじみの ID 決済が使えるお店そしてメルペイのマークがあるお店であれば対象ということになります なのでまあ見た感じは日曜日ではどこでも20%還元なので結構これは消費者目線なキャンペーンで結構嬉しいですよねそして一つ注意点としましてはメルペイを使ってスイカへのチャージに関しましてはポイント還元の対象外となりますのでこれはお気をつけください、まあ、今回のキャンペーンですねまあ簡単な一部本当にほんの一例として出すとまあこんな感じなんですけども 今回は1回のお買い物で最大で500ポイントまで還元されるので、まあそれを6回実施すれば、上限の3000ポイントに到達するということになります。なのでまあドラッグストアとか飲食店、あとは街のお店とかでまあ1000円ぐらい利用する場合はその方法でも全然ありなんじゃないかなと思います。まあちょっと計算間違ってたらすいません。そうしましたら今回のキャンペーンですね、簡単にまとめていきましょう。還元上限はメルペイフィーバーとメルペイさんで合わせて合計で3000ポイント。で日程はバラバラなので、これは先ほどのカレンダー参照にしてください。 でポイント還元は翌日還元がされますで。対象のお店一部に関しては3月1日以降に発表されますので、これは要チェックですね。付与されたポイントに関しましては有効期限は60日ということになってますので、これもお気をつけください。ちなみにまだメルペイの登録をされてない方がいらっしゃいましたら、今、招待コードを使ってメルペイに登録して本人確認までが完了したら1000ポイントもらえますので、ぜひこちらに出てる招待コード、もしくは下の概要欄に僕の招待コードも貼ってますので、そちらもぜひチェックしてみてください。 まあ、そんなこんなで今回はメルペイフィーバーとメルペイサンで2つのキャンペーンについて解説させていただきました。いや、まあ、このキャンペーンぶっちゃけ全然ほんとお得なんですけども、ちょっと複雑ですよね、正直なところ言うと。ちょっとこれまとめながら僕もちょっと大変でした。なので、まあ、なんでこんなにバラバラにしちゃったのかなっていうのが本音なところではあります。まあ、けどですね、メルペイはこんな感じのやっぱりこうぶっ飛んだキャンペーンが個人的に好きなので、また来月3月からですね、楽しんで使っていこうかなと思 以上下の概要欄に今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクそして先ほどもお伝えしたメルペの招待コードも貼ってますので登録まだの方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました まちょっとこう、キャッシュレスとは話がずれるんですけども、ちょっとこう変わったニュースがありまして、この時期になるとちょっとやっぱ憂鬱になるあれですね。確定申告なんですけども、今日ですね、ネットのニュース見てましたら、なんとあの4月16日までこの確定申告が1ヶ月延長するとの発表がありました。これ本当にびっくりしまして、ちなみにすでにですね、国税庁のホームページにも記載がありました。多分あのウイルスの影響だと思うんですが、まだ本当まとめてない方はですね、ちょっと助かったのか なと思いますちなみに僕はですねやっと今まとめて折り返しまで来たのでもうすぐで終わりそうですいやほんと毎年ですね確定申告が終わった後のあの達成感というんですかね解放感というのが本当に半端ないのでぜひ、まあ、僕も頑張ってサクッと終わらせていこうと思いますということでありがとうございました